はい。ですが、私自身もソロライブをやるわけですから、しっかり準備をしないといけませんね。今まで全員で立ってきたステージに一人で上がるわけですから、少し不安です。そうですね。ミューズのいいところは、みんながお互いの弱点を補っていけることだと思うんです。はい、ですからソロライブでは私の弱点がむき出しになってしまうのではないかと心配しているんです。何でもできるなんてとんでもありません。パフォーマンスでのアピールだって弱点ですし。そうなんです、9人で上がるステージとは緊張の度合いが違うと思うんです。何がですか？そうだったのですか？しっかり者だと見られることも多いですが、全然そんなことはないんです。一人でステージに立つ自信はまだ。ありがとうございます。あなたのサポートには本当に助けられているんです。ここまでやってもらえるなんて、どうして？今なんて、私のパフォーマンスが、そうですよね。あまり勘違いさせるようなことを言わないでください。何でもありません。